はいどうも、今回紹介するのは、わしまのバリューデゴトラエクストラシリーズの海峡道塾でいいんですかね。光障子二代目怒涛です。最近なんかでっかい箱のがだいぶ続いているのでね、ちょっと箱の全体が映りきってないと思いますが、一応紹介していきましょうか。こんな感じですね。になるそうです。一回ね、バリューデゴトラの、あれです、デカ箱ダンプって言うんですかね、こういうの。の、カンカンヨ太郎ってやつを作ったことがあるんですけど、これね、すごいなっていうふうに思うのは、まあ順番に見ていきますけど、まあバリューデコ、結局バリューデコトラなんであれですけど、キャビンとかと、そのシャーシの細かいところとかっていうのはまた違いますけど、シャーシじゃない。シャーシは共通シャーシでっていう感じでありますけど、まあ外装がメッキではないので、飾りパーツもね、メッキじゃない部品も結構入ってますね。ですね、この辺もメッキのやつが多いですけど、こいつはメッキじゃないですね。よいしょ。そのシャーシがね、ちゃんとね、シリンダーが稼働するようになってるところがね、おぉ、この値段でこの子までやるのか、みたいな。なんでこの辺もね、他のやつだとメッキですけど、こいつはメッキじゃないですね。よいしょ。この辺が新規なのかな？この辺が新規っぽいですね。新規なのか、ひょっとしたらまあ他のね、まあ自分が知らないデコトラのキットの中であったのかもしれないですが、シャーシはね、シャーシ、これがシャーシじゃないわ。ここがそのダンプのね、こう上げ下げするところのやつで、あれ、シャーシはどこだ？シャーシはこの奥ですね。ちょっと見えにくいと思いますけど、この奥にシャーシが、シャーシの部品がついてますね。よいしょ。で、タイヤと。よいしょ。まあ、こういう感じ。こういう感じ。想像つきますか？で、これが、デカ箱のね、箱の部分ですね。これ、ナマズランプのところはあれなのかな？あ、そうか。そんなでっかいデカールというかシール、ステッカーのシートではないので、これぐらいですね。小さいやつです。よいしょ。想像つきますか？想像してみてください。想像してみてください。よいしょ。余ったデカールは好きなところへ貼ってください。こういう感じでね、シャーシはね、こう、貼り合わせてみたいな感じの。ですね。で、これね、足回りですね、くっつけて、あ、セミ？よいしょ。こういう感じで、まあ、組んでいって、この辺はまあ、実写とやっぱ違うところもあるとは思うんですが、結局そのバリューデコトラエクストラシリーズは、実写は存在してるけど、その、実写まんまになるっていうわけではないんですよね。これね、これ。こういうふうにね、ちゃんとね、シリンダーが動くようになるんです。で、ここね、シルバーで塗る指示があるんですけど、ここはね、どうしてもこう、上げ下げしているとね、塗装が剥がれちゃうかなってことは思いますね。これこういう風にね、動くっていう、このくの字でちゃんと曲がってっていうなるっていうのはね、ほーって思いましたけども、こういう風に、ね、箱を組み立てていくみたいな感じになりますね。組み立ててってっていう感じになります。で、ここね、ポリキャップをねに差し込むっていう風な感じになるんですよね。まあ、ポリキャップじゃなくてもいいのかなと思うんですけど、まあ、完全接着しちゃってもいいのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、
自分が組んだ時は、カンカン与太郎組んだ時は確か接着しちゃったような覚えがありますけどね。こういう感じのキットが、よいしょ、バリューデコトラのダンプシリーズですね。バリューデコトラシリーズ、ちょっとやっぱり、まあ、あの、熊ブログ、まあ、閉鎖されちゃいましたけども、の方に書かれてましたけど、やっぱりちょっと、青島としても厳しい、出すのも厳しいみたいな感じのことが書いてあったんで、来年以降ね、ちょっと、そのエクストラシリーズも合わせて、ちょっとどうなるかわからないですけれども、またね、作ってみたいキットも、まあ、ありますんで、まあ、もしね、まあ、中古とかで入ってきたりしたら、まあ、それはそれで、組むことをしますけど、まあ、ナマズランプ、すいません。ちゃんとメッキのパーツありましたね。またね、基本的にでも、バリューデコトラシリーズは、1回作ったら終わりみたいなのが、1回作ったら、なのかな ?2、3回作ったらかな終わりっていうのは結構多いので、まあ、ちょっと再生産は難しいのかなってことを思いますけども、またね、こういうシリーズもありますし、いろいろとね、また、エクストラシリーズもね、エクストラシリーズ続いてくれるのかな、ちょっと難しいかもしれないですけどね、また、そういうのも出てほしいななんてことも思ったりもしつつ、アートトラックシリーズはあれはあれで、すごくこう、組み応えもあると思いますし、まぁ、ちょっともうあのシリーズまだ一回も組んだことないのであれなんですけど、ただ、お手軽にね、こう、デコトラを組、デコトラのね、キットを組むことができるっていう意味では、このバリューデコトラシリーズはね、結構ありがたいシリーズだと思いますので、また、なんとか、まぁ、ちょっとシリーズ名が変わったりとかして、でも仕方がないかなっていうふうに思うんですけど、またね、展開してもらえたら嬉しいかななんてことを思いつつ、このキットレビューを締めたいと思います。こちらの定価7400円となってます。ご視聴いただきありがとうございました。